よしではね、アート空き家行きましょう、えー。アート空き家と言いましては、新しいスペースですね。新しい、えー、新しいって言ってもね、1年ぐらいはもう経ってるのかなと思うんですけれども、えー、っとですね、これはちょっとね、ウェブサイト見せましょうか。ウェブサイト見せるところから始まりまりす始めますね。ちょっとね、これね、あの検索がしにくいんだよね、<laughs> このサイト。 えーとアート・アキア二人っていう,いうところなんですけどあのねまあね僕よりちょっと若いぐらいの作家たちえっ、ー、とまあ10まで離れてないけどまあまあ78離れてるみたいなねそれぐらいの作家たちがですねえっ、ー、とまあ一緒にやってるっていうか、まあ、スペース自体はですね三木仙太郎くんっていうですねアーティストがやってるスペースなんですねでえっ、ー、とあれはなんていう駅になるんだったっけな 鎌、ね、田か。鎌田。鎌田からあの近いですね。えー、と京急鎌田が一番近いんですけど、鎌、まあ、田蒲田駅から歩けるって感じ。京急鎌田だったらもうすぐです。で、えー、となんかまあ売るっていうことですね。現代だと売るとか買うとかっていうことについて、まあ、彼は考えてやってるわけですね。えっ、ー、と、初、えー、め,めに作品が1万円になると。1万円から売ると。で、作品が購入されたら次に2万円になると。 で購入さ、購入されなかったら1万円のままだよと。ねはい、で、えーっと、4万円でつ、1、2、3、4、6、6、8、10みたいな感じになっていくのかな。で、だんだん価格が、まあ、ステップアップしていくっていうやつですよね。あのエディションものでステップアップみたいな感じなんだけど、ただ、あの展示ごとに作品は入れ替わるってことなんですよ。で えとまあ、同じ作家が展示してて、えー、と 2, 回展示し2回展示しても2回連続で作品が売れなかったらその時点で脱落っていう、まあ、バトルロワイヤル的な展示になっててもうすでに4回目の展示だったっていうことですね。で、えー、ともうすでに脱落した人も結構いるみたいです。ね、そういう、まあえー、とああのコンセプトでやってるっていうことですね。 でこれはまあミキ君がですね、えー、っと、まあ本当に自分でやってるんですよ。マジで自分個人でやってるから、めっちゃ偉いんだけど。ただまあ、このコンセプト自体については僕はいろいろ言いたいことがあって、まああるんだけど、どうしようかね。あーっとね、どこから話すかすごい難しいからな。やっぱこれちょっとミキ君と今度なんか2人で話しますね。あのミキ君、やっぱ、あの、誘う。 誘いますねそういうのもやっていきたいと思ってるんでミク君とちょっと話しますけどあのね僕ねあのなんていうかな僕はあのそのコレクターでもあるっていうところがあるのであのあのなんていうかなアートのマーケットのこと僕結構よ,よく知ってるんですよねあの実はもちろんあのあれギャラリストとかね ディーラーとかとは違うけど視点がね特に違うけどまあだからまあ結構いろいろやってるんですよ実は僕もあの僕交換会とかも行ったことありますよあのー、これあの銀座の画商しか出れないところねだしサザビズとかクリスティーズの何十億とかっていうねあれ本当に入れないんだけど普通は。 たぶん100人も入れないんじゃないかと思うんだけど、あそこの現場にいた,なんか、ね、いたこともあるし、いろいろ一応僕も、ね、見てきてるんですよ。ね、で、えーとまあ、そういう中で、まあさまあ、本当にねマーケットは今ちょっとね現代アートはあの完全にバブルになってますね。あの今ちょっとさっき見たけど、クリスティーズが出してたけどね、ね、えー、バスキアの作品が。 あそんなにでかくないんだけどねそんなにでかくないバスケアの作品がまあ、で釣ってもあれよ 2m はないって感じよ 1m50 とかそんな感じ、ね、でで、えー、それぐらいの作品が31億とかって出てたエスティメートでエスティメートってえっ、ー、と予想落札予想価格で31億ね僕バスケアめっちゃ好きですよあのめちゃくちゃ好きですよバスケアだけどやっぱそりゃバブルだよ あのー、やっぱ高すぎる。だってあのモネとかだ、モネとかゴッホとかだって20億、30億ぐらいですよ。あのー、あ、モネはちょっとあれかな。でもゴッホとかでもそうよ。あのー、そういう感じですからね。うん、ちょっと高すぎるよ、やっぱり。 多分レンブラントとかでも100億いかないんじゃないかな。まあ今だほとんど出てこないわけだけど、あのー、100億いかないですよね。まあ当たり前か。あ、いかないんじゃないですかねっていいかないです。だから、うーん、ちょっともう異常な状況がね、やっぱりあるので、やっぱり、あのー、どうなんですかね。まあまあいいや。はいはい。えー、まあちょっとね、過熱しすぎなんですよ。はい。で、あの、若手作家もね、あの当たり前ですけど、僕は SBI とかも見てるんですよ。あの、見てますよ、しっかり。 で高くなりすぎの作家もいると思うしまあ適正だなと思う作家もいるしっていう感じかな、うん、だけどね僕ねおすすめはあのね古いの買うのがおすすめですよ、ね、明治期の日本画とかああいうのおすすめめっちゃ安いからあだから、ね、毎日オークションとかがおすすめなんですよだから SPI とかってもう別にいいんだけどあのえっ、ー、と現代アとト、ね、いきなり入るのはね僕あんまりおすすめしないコレクターとしては ああのののやっぱりねねまずは、ね、古いものがいいもがですあのかなり価値が決まってるんですよしかもねめちゃ安いからものすごいあの土牛とかね <laughs> うまいよいいよやっぱりであの辺があの安く買える梅原梅原は高いかだけど愛作家たちって安く買えるんですよねえー、全然現代アートとかよりは全然安いですよ なので、あの、特にね、紙の作品とかだったら安く書いちゃったりするんで、そういうものをね、長くも、あの、まずはね、見ることが大事ですよ。やっぱり。あの、新しいものばっかり見てたら話にならないですよ。アートってそういうもんじゃないから。ね。あの、やっぱりそういうところから僕はコレクターを入っていただきたい。て <laughs> いうは偉そうだけどね。まあ僕が言うのは別に構わんだろう。ね。あの、そうじゃないと目育たないし、あの、絶対コレクターやめちゃいますよ。現代アートから、あの、 自分が好きなもの買ってたらだって自分の好きなもの買ってたら好きなものだけで満足しちゃうと思うであの飾る壁なんてさそんなにさ大量にあるわけじゃないんだからクッソでかい家持ってるんだったら別にいいけどねだからまあ入れ替え入れ替えやっぱあの見ていくわけだからね基本的にはあのー、そういう中でやっぱりアートを見るっていうことは基本的には古いものを見るっていうことだと僕は思うけどですよ基本は。 うん、と思うねんとだからなんか仏像とかも見ればいいと思うし買,買えますからねあのそういうのがいいと思いますよ、うん、あのまあおすすめとしてはそういうことですね、はい、まあなんですけどまあまあ美樹くんねこういうことやっててだからねこれね僕ねすっごいプロ向けだと思うんだよねみきくんがこれね導入になんないのよあの本当に若い作家だからあの 若い作家の作品ってね、やっぱね、長時間見るにはなかなか耐えるものはね、そんなに大量にあるわけじゃない。まだ。そんなにない。だから、時間経ってないしね。だから、まあ、難しいですよ。だから、投資みたいな買い方になっちゃうから、ちょっとね、難しいっていうのはね、かなりあるよ。とは思う。うん。まあまあ、それはいいけどね。<laughs> はい。えー、っと、まあで、こういう、まあ、ステップアップっていうのもな、まあ、どうなのかな、わかんないけどね。うん。 で、まあ作家自体はすっげえいい作家揃えてますよこれあのまあ知らない人もいっぱいいるんだけど僕、ね、青きとくんとかね坂本夏美さんとかも出た来島さん僕僕、来島さんすごい好きなんだけどね脱を これ、森山太一くん、ね。えっ、ー、と、こんなもんか。ね、今はこのこの人数なのかなはい。っていう展示ですね。あー、ごめんなさい。えあー、終わったばっかりか、今これ。ごめんね、ミキくん。で、ちょっとね、ミキくん、あ、ミキくんもね、あの、ミキくんもっていうか、YouTube やってて、彼。それもね、あの、えっ、ー、と、 見,見,見てみるといいと思いますよ。あのー、作家が自分の作品紹介したりしてます。ごめんなさい、ちょっと今、あの貼ってないんですけど、下のところに、えっ、ー、と、リンク貼っときますね、後から。えー、YouTube ありますんでね。えー、あ、アート、空き家、あ、二人、空き家みたいな、なんか、アート、空き家、二人かな。わかんない。これちょっと名前もちょっと分かりやすくしたらいいんじゃねえかなとか思うけど、あ、YouTube ってあるじゃん、ここにね。ここに YouTube ってありますけどね。はい。 はいということで、展示ちょっと見ていきましょうか。本当に民家なんだけど、なかなか凝った家でね、本当に普通の家なんだけど、なんかね、ちょっとね、あの面白い家でした。あの古い家に建て増しした家で、うん、一軒家なんですけどね、はい。本当に民家なんだけど、中はあのかなり手を入れていい感じにしてますね。はい。えーと、ステップアップで買えますよっていうことですね。はい。 あーもうこれ、架空映しちゃってるけどいいのかなまあいいか、はい。でね、ちゃんとね、プリントとかも作っててね、あの一人一人に美樹くんがコメントしてるんですね。はいこんな感じ。ね、すごい綺麗でしょ。ねフローリングとかも多分貼り直してるんだけどね、彼ら。 これ2回もあってね。これね、し島さんの作品ね。で、これね、いろんなものでこうね、コン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 とかって叩いて、えー、っと、とか、こういう、こういう、こういうのはね、こういうのはね、えー、っと、カッターナイフとかで削ったりしてね、えー、こうやって作ってるんですねこれね。これが、これピンボールね。卓球のあれと、卓球のラケットとピンボール。これはちょっとノートだけどね、わかんない。これタマだ で、これ映像とセットになってまして、現代原始人っていう作品なのか。ね、箱もいい感じですよね。久島さん、才能あるんだけどね。えっ、ー、とね、これまあ映像でね、これ芸大の修了か卒業か分かんないけど、の展示でまあやってた作品なんですよ。だから芸大のこれアトリエだと思うんだけど、で、まああの、こう。 起きてですねいろんなものを破壊してるわけですね。破壊っていうか手,手とかあの身近にある道具で破壊していくっていうね。それのカスみたいなものがを作品として売ってるわけね。まあそういう作品ですね。でこれなんかいい,いい家でしょ、これ。ピアノとかもあってね。なんかいいんだよね、ここ、この家。すごい凝った作りなんですよ。ほら、こんなところにこういう,こう,いうところまで。これ、まあ、ま床の間じゃないけどさ、こういうのって何て言うんだろう。あのこう高くなってる床の間みたいなやつね。こういうのも組んであって、すごいいいのよね。 畳も綺麗だしねすごい綺麗な家なのこれ気持ちいいところですよだ今はねオープニングとかできないけどこれそういうのできるようになったらなかなかいいたまり場になるんじゃないかなっていう感じはしますよねこれまあ CG なんですねこ,この形のものをですね、えー、背負って歩いててここにまあ、まあ、CG 当てはめるっていう作品ですね そうこれさっきの,あのメディア映像のこと同じあれですねコンセプトですけどえっとねこれがね坂本夏美さんですね坂本夏美さんはまあもう大活躍してるので、えー、ですけどまあドローイングですねだからいろんな作品出してますよあの価格に合わせた感じで出しているっていうことはあると思いますあれこれはあの栗島さんのさっきの映像の続きですけどなんかこう団子がこう <laughs> 刺さっててそれ食うみたいなね現代原始人 うん、なんかこういうのボン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 叩いたりしてるとねそういう作品ですねうんただね俺ね来島さんねこの作品以降ね俺見てないんだよねだから新作作ってるのかねごめんねあの作ってたら是非見たいですという感じかなあのすこれ自体はすごくいい作品なんですよで僕ね初めて見た時もこのタイプの作品作ってたな「あの削る」っていう作品そういえば今は思い出したけどうん そうだったなあれなんかすどこだったかななんかすごいな。一回、その時以外行ってない、なんかどっからスペースをね、えーっと、あれ先端なのかな来島さんは。わかんないけど、その3人ぐらいで借りててね、見に行きましたね、そういえば。思い出しました。はい。えー、っとね、こう、まあ映像の作品とかもあったりね、これなんか森山太一君なんだけど、 これはね、実は面白いんだよね。実はすごく面白いんだけどね、ほんとは。これ言っていいのかなあのね、彼なんかお父さんがあの彫刻系の人みたいで、あの、これなんかね、虫をはわせてやるっていうようなね、そういう作品を作ってるらしいのよ。あの、柳さんとまあ、ちょっとコンセプトは似てますよね。柳さん、あの、ありが、あの、フラッグ、は、あの、なんていうかな、あの旗の、旗をこう、 土に旗,旗のこう絵を塗ってそこにこうアリがさ巣を作っていくっていうんでこうアリの巣がこう後になっているっていうあれすっごいいい作品だけどあれみたいな感じだけどこれもねあの虫がこう張ってるっていうねあった後をこを色でがつくようにしてるわけねっていう作品でそういう作品をお父さんが作ってるらしいのね。 でそ,れその木を元にしてこれそれをこう反転させるみたいな色そういう作品作ってるらしいんだ,だからすっごい複雑な作品なんだよね本当はね、うん、だからそ,その辺ものすごい説明がいる作品だからあのでもさ若い作家ってそういう人が多いじゃんあの新しいことしようとしてるからどうしても説明が必要になるんだよねあのそこはねもうめっちゃハードル高いのよでさらにねこれ誰だったか忘れたけど あのこれもねまあいい作品だ結構上手ですよだと思うのねただあのー、本当はね美く君がやろうとしていることっていうか、まあ、彼らが展示でやろうとしてることは本当の本当のプロじゃないとできないことこれあのね僕の友達っていうか <laughs>、うん、だから僕らより下だけどね彼らはだいぶまあでもまあ30ぐらいだと思うんだよであの僕らの年になってもできる人ってすっごい少ないですよ というのはね、何かっていうとね、メインの作品じゃなくてね、サブの作品っていうかねあの、マルチプルみたいなのとかさ、エディションもの、そういうのですごい質の高いものを作るっていうこと。それって、コンセプトとかでほとんど完成してないと無理なんだよね。要するにコンセプトを凝縮したようなものをコピーとして出すわけだから、だから、あの相当洗練されたものでないと、ダメなんですよ。わかるかな。だから、作品、だからね、 メインの作品があってそのサブとしてずらっと並んでるっていうふうにあの形式として作らないとサブがさいきなりさ上に来ちゃうとさっていうことってないわけよ基本的にだからよっぽどあのコンセプトがガチガチに固まった作家じゃないと難しいんですよねでそういうところがすごく上手だったのがやっぱりあのあれですよね YBA ですよねヤングブリティッシュアーティストああ ダミアン・ハーストとかさあの辺ですよねで彼らはも元からそのマーケットを意識して作ってたから、あのー、コンセプトをガチガチに固めてエディション3000とかですからねあの人たちジェフ・クーンズとかもそうだけどねでそあの人たちはすごいわけですよでそれを作るっていうこと自体が彼らのコンセプトになってたのねっていうことをやってたんだけどやっぱそれってものすごい高度なことだったし それ自体がコンセプトになるっていうやり方で初めてエディション3000が成り立つっていう作品だと思うんですよ。あーやっぱねそのレベルはね僕一発目でやるの僕めっちゃ難しいと思うしそれを購入するっていうのもすごく難しいことだと思う。だから僕ね入り口としてこ,れこの作品を買うのすげえ危険だと思うんだよね。うん、僕はなんかねちょっとそういうことを思ってしまいましたね。 うん、だから例えば来島さんとかさその森山くんとかねあとそうだなこ,こ,この作品とかもなかなか面白いとは思ったんだけどこれが青木く君かなこれ多分青木く君だなうんあこれいい作品なんだけどね青木とかはこのシリーズやってるみたいだけどうんうーんでもなやっぱ青木人君はやっぱダンスだなって感じがするしねあの うーんその辺すっげえ難しいすごく難しいうんでやっぱちょっと高度なことをやろうとしすぎてるなあっていう感じはしちゃいましたねどうしてもね、うん、まあそこが気になったただこのスペース自体は僕面白いと思うしあの是、ー、非行ってみたらいいと思いますよあその若い人たちの何て言うかな勢いみたいなものは必ず見れるので なかなか面白いと思う。思います。ただやっぱミキくんってなんかがアーティストだからやっぱりミキくんもっとな表に出てきてほしいね。だからちょっとここに呼びます。<laughs> 呼びますね。はい。呼んでちょっとマーケットの話しましょうかね。僕はあんまり最近マーケットの話してないんだよね。でなんかマーケットなんかそれこそささっきクラブハウスのし、ま、話しましたけどあの SNS のねクラブハウスでマーケットの話してる人たちが多いらしいけどまあ 僕もたまにはマーケットの話しましょうかね。あのー、なんていうかな、最近全部見ることはも,もちろんできてないんだけど、一時期はなんかあのね、ニューヨーク、サザビーズ、クリスティーズ、まあ香港、ロンドンぐらいまではのコンテンポラリーは、コンテンポラリー,、えー、モダンコンテンポラリーは全部見るみたいなことしてましたよ、僕も。数年間。で、マジで全部見るんですよ、そういう時は。<laughs> あの、そういうことをしてましたし、 まあ、言えることはいろいろありますよ。あのー、今でも問題だと思ってることはたくさんあるし、うん。まあまあ、あのー、その辺はまたね、えー、ちょっとね、えー、話ができたらいいかなと思いますんで、マーケット別に批判するつもりももうないんだけどね、あの昔はやっぱりいろいろなんかあの思う言ったりしてましたけどね。はいえー、ということでね、えー、なかなかの、おなんていうかな、あの挑戦的で面白い チャレンジをしている人たちだと思います。まだまだ若手でね、これから面白い作家たちがね、たくさん見れますから、えー、ぜひ行ってみてください、えー。蒲田駅近くのですね、アート空き家2人という、えー、展示でした、えー。ぜひね、これからも続くと思いますんで、えー、ぜひ見に行ってね、えー、もしね、欲しいものがあったらですね、ぜひ買ってみるとですね、えー、とにかくやっぱり長時間作品を見るっていうのは、これ以上の、えー、喜びっていうのはないですから、ぜひね、えー、購入してみるのも良いのではないかと。ね 思いますはい、えー、以上になります。ありがとうございました。はい、ということでね、皆さんね、えー、いいねおよび、えー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。おい。ね。はい、もういい時間になってきました。